解放運動家サックス、ピアノ、ボーカルと多彩な技術を誇るマルチミュージシャンでアフロビートの創始者。ブラックプレジデントと呼ばれる場合もある。1938年、フェラ・ランサムクティはナイジェリアのアベオクタに生まれる。父は牧師兼教師でミュージシャンのキャノンアイオ・ランサムクティ。母はナショナリズム運動家のフンミラよ、ランサムクティ。他に、 兄と弟、妹が一人ずついる。経済的には中程度以上の家庭であり、両親の影響で、幼児は医学を学んでいたが、比較的早期に音楽への道を志すようになる。1958年、ロンドンのトリニティ音楽大学に入学し、単身留学する。在学中にトランペットを習得し、友人たちとフェラ・アンド・クーラ・ロビトスを結成する。なおこの時期に、 黒人差別を体感したことが彼に生涯にわたる深い影響を及ぼすことになる。1963年同大学卒業。21歳の時に結婚した3歳年下の女性とナイジェリアに帰国する。クーラロビトスを率いて本格的に音楽活動を開始するが金銭面でかなり苦戦する。これはナイジェリアには音楽を愛好する富裕層が少なかったことが。 一員であった。そのため彼はガーナへツアーに旅立つ。当時は流行のハイライフジャズを演奏しており、バンドは人気を獲得するが金銭面での不調は続く。1968年、アメリカツアーに向けた記者会見場で自身の音楽をアフロビートと定義づけた。1969年、アメリカにツアーに旅立つ。しかし同国において、 フェラのようなアフリカ音楽は、聴衆の関心を集めるものではなかった。マネジメントにも恵まれず、さらに彼らは労働許可証を保持していなかったため、アメリカ移民局に睨まれ、メンバーの一部が離脱するなど新参を舐めることになる。さらに、ここでも黒人差別に直面し、マルコム X やブラックパンサー等などについて学び始める。これにより彼の音楽性は、 輸入音楽のモノマネからアフリカ土着音楽への転換すると同時に政治的メッセージの重視へと変貌を遂げる。1970年、ナイジェリアへ帰国。アフロスポットと名付けた会場を拠点に活動し、バンド名をフェラナイジェリア70、ついでフェラアフリカ72、改名。この頃に上記の音楽性は確立される。これが、 アフロビートの完成である。聴衆の獲得に成功し、アフロスポットをアフリカシュラインに改名し、異語道会場はフェラの活動本拠地となり、聖地として現在も名高い。なおシュラインは聖堂を意味する。政治的メッセージはより強化され、黒人の解放に加えて、キリスト教、イスラム教の破棄、パンアフリカニズムの実現をも訴えるようになる。またそれによる、 富裕層による圧迫も時とともに激しさを増すようになる。1974年、ついに公権力からの弾圧が強行され、フェラは警察の自作自演による大麻所持容疑と未成年者誘拐で逮捕され、カラクタ官房に2週間告置される。しかし大麻所持は証明されず、さらにフェラの元にいた未成年とされた女性は、 あくまでも自身の意志による家でであることが明かされ、彼は釈放される。帰宅したフェラは自宅の周囲を高さ4メートルの有志鉄線で囲み、そこをカラクタ共和国と命名した。彼はその場所で志を同じくして集まった仲間たちと共同生活を営み、国家との対立を一層深めるようになる。一方で、 カメルーンツアーを成功させるなど、商業的には絶大な成功を収めるようになる。1975年、再び逮捕された経験をもとに、エクスペンシブシットを、警察に、カラクタ共和国を攻撃された際に負傷した経験を、もとに、カラクタ賞を発表しヒットする。彼は、都合12回逮捕されるが、その都度証拠不十分によって釈放されている。 1976年、フェラは白人に強制されていたキリスト教の洗礼名、ランサムを捨て、フェラ・アニクラポクティと改名する。アニクラポは、死を操れる者の,の意味。また軍隊をゾンビに例えたフェラの代表作、ゾンビはこの年に発表された。1977年、対立はついに頂点に達し千人の軍隊により、共和国は、襲撃を受ける。建造物は、 放火によって、消失、77歳になっていたフェラの母フンミラよは、この時受けた傷がもとで、翌年他界する。フェラは拘留され裁判が開かれるが、この後半は警察によって、ニューヨークタイムズなどの外国報道機関が追放された閉鎖的なものであった。結果的に彼は釈放されるが、政府の圧力により、講演会場からは締め出されてしまい、カラクタ、 共和国という故障も禁止勧告を受ける。1978年、バンドメンバーである女性コーラス27人と合同結婚式を行う。1981年、音楽活動の傍ら講演会やシンポジウムに精力的に参加するようになり、大学生などから熱烈な指示を受ける。またこの年以降、バンド名をフェラエジプトパチジューに改名する。 なおこの年に本番アルバムが初めて発売された。1984年、為瀬管理違反で、ついに懲役10年の実刑判決を受ける。しかし刑を宣告した裁判官本人が圧力による不当な判決である旨を公表し、国際的に支援運動が展開され、1986年には釈放される。1980年代には音楽に、 エレクトリックサウンドが導入されるようになるが、フェラの体調不良やモチベーションの低下もあり、活動は停滞し、リリースが減少していく。1997年8月2日、エイズによる合併症で死去。58歳。フェラが創始者であったアフロビートは、実施のフェミクティやフェミとは、腹違いのシェウンクティ、さらにトニーアレンダにより受け継がれている。 フェラはその長いキャリアにおいて、スタジオアルバム、ライブアルバムを多数発表した。一旦音盤として収録した楽曲は、二度とライブで演奏しない傾向もあった。ディスコグラフィは、体系的な整理を困難にするほど膨大なものである。ここでは日本でも聴くことができる作品を列記する。映像。ありがとうございます。